Welcome back to Let's Play Final Fantasy VI。 さあ、もう今回でも終わらせると、もう本当に終わらせたいと思う。いや、終わらせたくないけど、終わらせなければならない。あいつに勝ちたい、俺は。以前の。基本的には変わってない。変わってないです。装備も何も変わってないんでね。でも、問題はもうどうするかだよね。2番目のやつがさ、妖精ランプの2番目のやつが、あれをどうするかって話だよな。メンバーをランダムで、あかんかな。あんま考えてないんだ、正直、対策は。でももう超強化目、もう強力メンバーで行った方がいいのかなって、なんかもうそんな感じがするわ。で、行かせてもらう。改めて、今回で倒せることを信じて。こんなに場が長かったっけってのが一瞬なんかつって今バグったんかと思った。イベントはまあ普通のとこから、それが一番だ。今度こそお前の元までたどり着いてみせるぜ。ようこそ。そうか、ケフか、久しぶりだね。ほんの数時間ぶりだね。皆さん必ず来ると思ったらふさわしいことを一生懸命考えていましたよ。丁寧な口調じゃないか。お前みたいなさ、どこまで測るか理解する。寄付か。私は最高の力と言うんだ。ほれ、この素晴らしい力、お前らの問題にならない。みんな壊れてしまう。全てはいずれ壊れていく。シャドウドロック。お使いの、沸騰させた。でも人はまた新しいものを作り出すこともできる。それさ、なぜ滅ぶと分かりきっているのか分かる。死ぬと分かっていて、なぜ生きようとする。死ねば全て無理になってしまう。何か悟ってるのかな、この人はね。何かに気づいてしまったのか。大切なのは結果じゃない。今、何のために生きているか。何を作り出すことができたのか。守るべきものは何なのか。生きてる間に人がそのことを見つけ出すことができれば、それでいいんじゃないのか。お前見つけたのですか、この死に対応している世界で。結果聞いてるね。見つけた。そのどの答えも、ケフカには響かなかったけどね。愛する心、これもうすごいジンときたんだけどな。守るべき人、心の中と妻のこと、飼いのセリフだな。友と家族と父を持った国を作る使命がね。俺のことを考えてくれる人間か。ははっ、足だけおかしいもん。私を受け止めてくれる人がいる。可愛い孫がおるぞい。憎らしいけどほっとけない知人がいるよ。友の翼、仲間がいる。クポ、ここにいる。ここにいるみんな、ガフ。気に食わないですね。それもそろって口を出して、ウキュー。なら私がそれぞれ消し去ってしまいましょう。お前らの生きる糧を。ケフカ、やめろ。この曲、コミカルな曲だけど、本当にやってることなんか狂ってみたいな。この間いつもの力を伝えているというんだ。それがノーランドカスだ。カスイカだ。カスイカのカスだ。言ってくれ。全部破壊してその世界を作るんだ。そうだ。命は、夢は生まれ続ける。それもこれも全部破壊、破壊、破壊、全部破壊だ。死のない墓は面白くもなんともないわ。いいもなくただ単に破壊し続けたい。それによって満たされる。許せ、寄付か。どうする、カイエン。お前も活躍したべ。もう活躍したな。お前も散々活躍したべ。もうおら、お前も分かった分かった。ティナ、もうちょっと収録をちょっと詰め込んでいくもん。もうね、2番目のやつが強すぎるから、ちょっとね、もう強すぎるから。そうだな。どうするかな。セリスもやっちまうか。セリス行くかも。いやー、セリス。どうするでも俺は、ケフカには絶対ティナとセリスと合わせたいんだよ。できれば。可能ならば。
この二人も特に因縁があるでしょ。でロック、まあ、会員あたり、まあ、帝国に、まあ、恨みがあるけれども、一応帝国自体も滅びてしまってるからね。まあソドもそうだしな、まあ、エドガーマッシュ、だから個人的にやっぱりなんかそのケフカ自体と因縁があるっていうのはやっぱりなんかこのキナとセイスだと思うんだよな。だできれば合わせたいが、それが難しい難しいんだよな。シャドウストラウスリルお前で行こう。で、まあ、セッどうするかね。それから先ね、わかんないんだよな、展開が。どう来るかな。エドガーもまあ活躍したもんな。マジで強いけどな。セリス、セリス行く。もうセリスを継いでいく。で、ロック。カイエン、カイエンさよなら。ごめんよ。どうするかな。マッシュ、セッツァ、モグ、ガウ、エドガー。じゃあこれでいこう。ちょっとエドガーとマッシュ一緒にしたかったけど、まあ、しょうがない。いいだろう、これで。始めようぜ。ちょっとガチバトルでいくわ。さあまずどうするかということ。まずね、そうだね、だいぶあれだから、もう冷静さを取り戻したから、まあいけんじゃないかなと思う。でまずは基本的にはフレアよりもこうやってなんかファインガとかの全体がけをした方がはるかに強いから、グラあ何やってみる。あいいね、そうだ、ね、使おうぜ。連続も連続もあるじゃないか。これでも一気に攻めようぜ。でまあできればリルムをまあ、次のどこまで行きたい。で、それで、なんだろう。もういいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、なんとか、4体いるじゃん、次の形態のやつがさ、4体いるから、それ一気になんかもう蹴散らしてしまいたいんだ、ガラガラってなんか。どうする？かなり覚えたか、いろいろ使いたいけどな。歩数ダメージがどう？どうなんだ、歩数ダメージ。これ、ラーニングするときに歩数ダメージ使ってたら、めちゃくちゃ食らったんだよ、大ダメージ。それ使ってみたい。まあ、下手したら使わないかも。知らんかな。あ、メテオ。メテオ使ってる。ファイバー。何回ファイバーもぶちまけてるかもしれない。ゴルベーザの私の頭には、メテオぶちまけよってみたいな、そんななんか英語版のセリフをちょっと思われてしまった。あら、そこそこだな。まあ、そんなんでもねえな。その後普通にグラントレーニングやってみよう。この人ね、魔法は覚えて、魔法、普通の魔法全然覚えてないから。ほんとにこっちのあれだよ。まあちょっと上ぐらいか。あ、リルムちょっと高いかどこまで来る。あー、まあ、ボブゴブってところだ。あ、ちょっとホワイトウェイド使わせてもらうね。もうね、本当はできればもう全員に活躍、なんつうの、もう活躍してもらいたかったけれども、もう知らない。もうね、俺もうちょっとできればそうしたかったが、もうそんなこと言ってられないわあ、ちょっとまずいね、これやばいね。ホワイトウェイの使えばよかったな。あ、間違えた。あー、大丈夫だ。頼むよ。ファイガーはいいんだけどさ、それ、で、どう、あ、覚えた、使うね。ホワイトウェイと。俺、これでも本当にね、倒したい。本当に倒したい。よし、よし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 。次は、キアルが来た。素晴らしい。ファイヤー行ったじゃん。あ、フレアでいいか。フレア、じゃあホーリー。あ、ホーリーとかあれなんだよ。そういう日少ないんだね。お、いい感じ、いい感じ。これが素晴らしい。やるね。キアルが増えとくか。これ、まあ、いい感じじゃないか。お、これ倒したんじゃね？どうかな。やるか。あ、まだかな。マジでいってる。どう、衝撃か。どう来る衝撃か。おお、ナイスナイスナイス、よかったよかった。ほとんど無傷じゃないか。いいね、いいね、いいよ。さーて、妖精ラン第1学章はそろそろ終わりですけどね。そして次のドジャルは第2学章がそろそろ来るんだ。こいつが問題だな。こいつを突破しなければならない。いずれもこのメンバーでいけるんじゃないか。もうなんか頑張れば。ストラゴスかなり最後に活躍してるな。いやでもまあだいぶ活躍したけど、今までヘイストが厄介だな。あれどうにかな。でもスロー効かなかったもんね。なんかないミドワルゾロやるね。グラントに使わせます。一気に攻めよう、潰そう、潰していく。トランス
いいね、やっぱ魔力高いから結構食らうんだよな。で、しかも連続、あーマジでソウルケースもあったか、ソウルケースもあったか、しょうがない。そこはちょっとエリクトか、まあ、もしかしたら敵が攻撃してくるかもしれない。その間になそれを考えてエリクトンも使う。あ、まずいね、まずいね。まあ大丈夫か、こいつはあれだからな、手数がめちゃくちゃ多いからな、まあ、それをちょっとどうにかしなきゃならない。よーし、いいよいいよいいよ、このまま突っ走ろうぜ、この上まで突っ走ろう。あれだ、ノーザンクロスが来るとやばい。そうだね、どうする、キアルが来る。さて、来るぞ。フラスタ強いな、クーザーまた使ってきやがってよ。おお、これがトラウマの気分になりそうだな、ついに。英語まだダンシングマットとかそういう名前だな。狂ったように戻るみたいな、そんな感じの時は。あ、そうか、連続は使ってるからな、かなりマスルは確かに。一気にあれか、何かの情報を隠してくれるぞ。ホワイトアンド使うかじゃ。で、毒はどうだろう、毒は地味に。じゃ、シャドウ、お前さ、ちょっとさ、まあ、余裕があるときに、ちょっと毒を隠させてくれ。じゃないと、やばいことになっちゃうからな。むしろトランスの状態のテナにソウルボサマサをつけさせてるのって、ほとんど魔法しか使ってないからな、それでやったらよかったかもしれないね。よりによってシャドウかよ。ちょっと、頼む。ニコロ潰してくれ。頼むぜ。はい、俺たちはもう先に進みたいから、先に進むだ。リルム強えな。やっぱ リルムの火力は半端ない。こういうとこあんま意味なかったな。だここで、リルムがエスナ掛けして、まずエスナ掛ける。リフ使えなかったな。今のリフルくらいな。ちょっとごめん、見てなかった。完全見てなかった。くれ。誰につけた？後ろのやつを潰そう。グランドトレインは効くかな、貫通するかな、そう願いたいんだけど。で、ここで、大丈夫。よし。元に戻ってたか。ああ、ここ連続もかなり便利だね。ここはね、ちょっと今手に汗かかれ握ってるね。前回やられたからね、こいつにな。でも緊張はもうだいぶなくなった。だいぶなんか余裕ができてきた。何言ってみるか。風車とかさ、使ってないもんね。これグランドライン、いけ、おお、よし、後ろのやつを潰していこう。プレア、あ、そうだ、一個一個潰すんですか。そうだね、リレークかかっ、ちょっとね、見てなかったな。あ、デスペルもあったから、デスペル使ったから。あ、じゃあエリクサ、もう今更ね、もう躊躇してられない、アイテムを使うことに。最後だから、あー、なくなってきたね。キラもやばい、これならいけるんじゃないか。フレアスター、そこで来るか。うわ、マジか、やってくれるね。ああ、よかった。魔法使ったのがよかったな。それだったらまさか魔法がこんな最後の方で役に立つこんな使うことになると思わなかった。頼むぞ、後ろのやつがマッシュで見えるな。それは聞かないで、デスペル、ありがとう。うわ、やれたことだ。あ、違うか、ただなんやか、なんかシニアのカウンター技だと思ったけど、残念ながらそうではなかったらしい。グラビが、うわ、あぶねえ、よくやった。え、ちょっと待って、お前ら二人はまずい。ちょっと待って、それはあかん。お前ら二人は生きていてほしい。何やった今、デスペルが、キアルがダメ、あれで使ったような誰かな。あー、よし、倒した。え、いい感じだ、今回いい感じだ。あと3つ。リレーク、大丈夫か、大丈夫だったら、よし、やばい、まずい。あれ、なんで、どうしたあぶね、よし。で、何が起きた今、なぜ今回復できなかった、回復させよう。いけ、すげえエレクサ使うのやばいな。キナは何気に HP 低いんだね。あの、その魔法が強いからな。どれぞ、大丈夫か。いや、結構いい感じだ今回は。うおっ、てえな、やってくれるじゃないか。潰れろよ。
ファイガーかけても大丈夫じゃね、多分回復する、回復っていうかそうだね、多分大丈夫だと思うんだけど、およし、いいよ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 、今セサンクロスってか、あこれかセサンクロスのこれかエリクサ見えない、まあまあ待って、シャンの気がする、あぶね、なんだ今の、ちょっと待って結構潰れたな、覚えたわさ、やばい、お前もあれか、エリクサ、エリクサ使おう使おう、使っていこう、いけるかい、シャドウは、そうだ、階段流しで、ちょっとやってみようか。確かつけてたよな、階段流しで。フレアスター、フレアスター来たか。まずい、HP、MP がね。ちょっと待って、他のやつ。キアルガ、キアルガ。で、覚えた技じゃない。エルクサ。お、つけて。お、いいね、いいよ、いいよ、いい感じだよ。で、そこで、さっきのリベルフェスなかったのか、よくわかんないよね。見る暇がない、見る暇がない、ほんとになんかもう。よし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 、ただ誰か、あ、誰か来てる、もう一丁、ああやべえな、やはり緊張感半端ない、手に汗握る戦いしてるから、まずいまずいまずい、あ来た来た来た、あ来た来た、よしよし、さあまずキャラが、ファイガー10連打、うお10連打、やばいストラゴス、おあおおおよくやったよ、完全に、なんか、忘れてしまった、忘れてしまったの、やるの、なんか。コマドに行くぞ。これで、あー、よし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 、いいぞ。いいぞ。これかなりいいんじゃね？いいね。今んとこ、前回よりかなりいい感じだな。で、今度、第3部かな。なんか、エドガーみたいなさ。さあこれでいけるかな、本当はみんなに活躍する、まあ、でもみんな活躍したからな、てかもうそうだよ、今までのむしろ今までの後に活躍したらやだったらもう OK じゃねえもん、おおいいねいいねいいよいいよ、あーじゃあフレアフレアかける、覚えた、またグラントライ何やった、大丈夫か、ちょっと地味な感じてるね、ファイガー魔法がここできてかなり役に立つことになるとはな、かなり食らってるね、めっちゃ素晴らしいな、リルムが、リルムの存在が本当半端ないな、一気に強くなったもんな、おさて妖精ランプ第3楽章も来るね、ケフカへの賛美歌って言ったところかい、知らんか、ファイガーファイガーに裏打ちでいけるかい、よしよしよし、どうだ、あ回復しなかった、あダメだ、しまった、しくった作ったな、これは作ったぞ、まさか回復するとはな、ベルト回復そこどんぐらい食らう、うお食らわねえ、まあまずいね、ちょっと どっちがやった上の、うわホワイトアンド使っていいなとか、あでもホワイトアンドで自分の HP の分回復させるってことだから、あむしろもう手前のやつも倒せんじゃねえもん、多分倒せるな、グラントラインいけ、やってしまえ、ちょっと待って、ケルンやった、ケルンやったね、オッケーオッケー、よくやった、シャドウよくやった、じゃあフレア、フレアがけで後ろのやつのこと、しまった、マイナスさせてもらった、倒すの気がするけど、ちょっと様子見たな、誰に待ったのかよ、ちょっと様子見ていく、おお、食らうね、安らぎ、危ねえ、いい感じじゃないか、おーし出てまいりました、いい感じだね、まさかグラントレ、おっ、もう行けるんじゃないかな、さっきのやつはだいぶ楽だったなと思うが、メルトンメルトンメルトンやめよう、メルトンやめよう、これちょっといくか、グラントレイフラワーに断ち、これでいけなくなって、そろそろよくだけやるかけるか、どうかな、油断できないな、フレア誰がフレア使うのか分かんない、
きのフレアかもしれない。まあでも連続まだかまあ大丈夫だ。まだかな。トライ。何？グランドトライみたいな技だね。お。お。え？ちょ。トライ。え？何やってんのこいつ？ちょっと待って、上にあれだね、今。あー、目がやばくなってるな。いや、でももう。あ、魔法使いに、え、ちょっと待って。どうだろう。まずい。まずいぞ、これは。リル！なに？いけ倒せガードしろ、ガード。あー、そう。いや、エリクさん。よし。え、ちょっと待って、これは予想だにしてない。よかった。ちょっと待って、これはちょっと予想だに。もう、いけ。ちょっと待って。行ってくれ。頼む、ガードしろ。やばい。やべえ。倒せ。スーパーボール使わなかったか。ガードしてくれ。お、いけ。安らぎ。マジか。いい感じだったんだけどな。